ジェイソン・ボーナムは、イギリスのドラマー。レッド・ツェッペリンのドラマーとして知られるジョン・ボーナムの、長男。1966年、イングランド中部スターシャーのダドリーで、レッド・ツェッペリンのドラマーであったジョン・ボーナムとその妻、パッド・フィリップスの長男として生まれた。4歳でドラムを始める。映画、レッド・ツェッペリン強熱のライブには、父と一緒に登場し、 小さなドラムキットを演奏している場面がある。17歳で最初のバンドエアレースに参加。1985年にはバージニアウルフに参加して2枚のアルバムを作り、ザ・ファームのサポートアクトとして米国をツアーした。1988年、レッド・セッペリンのギタリストであったジュミー・ページのアルバムアウトライダーとその後のツアーに参加。同年5月、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開催されたアトランティックレコード40周年コンサートでは1980年に亡くなった父に代わりレッド・ゼッペリンの存命メンバー3人と共に登場して演奏を行った。1989年、ボーナムはモスクワ平和音楽祭に特別ゲストとして参加し出演していた当時のロックスターたちと一緒に レッド・ツェッペリンのロックンロールを演奏した。同年、ボーナムは自らの名を冠したバンド、ボーナムを結成。レッド・ツェッペリンの影響が色濃いファーストアルバム、無限を発表、ウェイト・フォー・ユーがシングルヒットとなった。しかし、1992年のアルバム、マット・ハターが芳しくない評判に終わると、バンドは解散。ボーナムは、 スタジオミュージシャンの仕事とゲスト出演に専念するようになった。1990年、ボーナムは、ウスターシャーのキダーミンスターで、ジャン・チャータリスと結婚した。披露宴では、ジミー・ページ、ロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズとのジャムが行われた。現在、息子のジャガー、娘のジャズがいる。ボーナムは、ポール・ロジャースの1993年のアルバム、 マディウォーターブルーズでドラムを叩き、翌1994年には、スラッシュ、ボール・ロジャースと共に、ウッドストック94のステージに上がった。この頃、ボーナムは、自身のバンドを再編し、ダニエル・マクマスターに変えて、新たに、マーティ・フレデリクセンをボーカルに迎えた。バンド名も、マザーランドと改め、アルバム、ピース・フォー・ミーを、1994年後半に発表した。 そうした中でも、ボーナムはいつも飾り気のない性格で、ある時、ボーナムの地元で活動するレッド・ツェッペリンのトリビュートバンドである、フレッド・ツェッペリンのステージに登場し、アンコールでドラムを叩いた。1995年、レッド・ツェッペリンがロックの殿堂入りを果たした時には、父の代役として妹像と共に式典に出席した。ボーナムは、 ソロ活動を再開し、ジェイソン・ボーナムバンド名義で、レッド・ゼッペリンの曲をフィーチャーした、アルバム、イン・ザ・ネーム・オブ・マイ・ファーザー、ザ・ゼップセットを発表。このアルバムの収益はチャリティに送られた。続いて、アルバム、ウェニュー・シー・ザ・さんが発表された。1999年から2003年まで、ボーナムはヒーリング・シックシズでドラムを叩き、2001年には、 マーク・ウォールバーグ主演の映画、ロックスターに出演した。映画の中の架空のバンド、スティール・ドラゴンは、作中に出てくる曲や、サウンドトラックのレコーディングを実際に行った。2002年にヒーリング・シックシズのアルバム、イノーモ・サウンドが発表され、オバデビートのツアーを行った後、ボーナムは、ハードロックグループ U4 のドラムに招かれ、2004年のアルバム、You Are Here に参加した。 2004年以降は、フォリナーのライブでドラムを叩くようになり、2008年まで、それが続いた。2006年には、ジョーボナマッサのアルバム、You and Me に参加している。2006年5月、ボーナムは、VH1 のリアリティ番組、スーパーグループに、テッド・ニュージェント、バイオハザードのエヴァン・サインフェルド、スキッドローのセバスチャン・バック、アンスラックスのスコット・ヤンと共に出演した。 彼らは、フィスト、ゴッドオー、サベージ・アニマルなどの候補から、ダムノクラシーというバンド名を選び、ショーを行うことになった。彼らは曲作りに向けて、ラスベガスの大邸宅で12日間の合宿を行った。2007年12月10日、ロンドンの O2 アリーナで行われた、アトランティックレコードの創設者、アーメット・アーティガンを追悼する人よ限りのコンサート。 アーメットエアターガントリビュートコンセールで、ボーナムは亡き父に代わるレッド・ゼッペリンのドラマーとして演奏し、一部の曲ではバッキングボーカルを担当した。ボーナムのパフォーマンスは、父の伝統を素晴らしい形で継承したと、多くの論者から評価され、ロバート・プラントは、彼は今日、ついに父親に追いついたんだと最大限の賛辞を送った。この時の模様は、 後にライブアルバム、採点の日として発表された。その後、2010年には、グレン・ヒューズ、デレク・シェリミアン、ジョー・ボナ・マッサと共にブラックカントリー・コミュニオンを結成。同年発表のデビューアルバムは、前衛アルバムチャートで、トップ20入りするヒットとなっている。2009年2月、ジェイソン・ボーナムは、父のバンドへのオマージュである、ジェイソン・ボナム・エスレッド・ゼッペリン・イブニングのために、 ジェームズ・ディランと共同で作業を開始した。2010年秋、ジェイソン・ボナム・エスレッド・ゼッペリン・イブニングが最初の北米ツアーに乗り出し、2011年中に世界中でツアーを行った。ボーナムはその頃、ハートのそれぞれ、ボーカルとギターであるアンナンシー・ウィルソン姉妹と共にドラムを演奏している。それは、バンド、ストリングス。 本セクションと合唱団を追加したもので、2012年12月にバラク・オバマが主催したケネディ・センター名誉賞において、レッド・ゼッペリンのオマージュとして、天国への階段のエンディングパフォーマンスを行った。これは、ブリング、ダウン・ザ・ハウス、満場をうならせるバージョンであると紹介された。2013年夏、ジェイソン・ボナムス・ S、レッド・ゼッペリン・イブニングは、 レッド・セッペリンの音楽を祝うザ・ハート・ブレイカーツアーのためにハートと力を合わせてツアーを行った。その年の後半に彼は再びグレン・ヒューズと組んで新しいロックバンドを結成。ギタリストのアンドリュー・ワットが加わりカリフォルニア・ブリードが結成された。2014年、ボ・ナムはサミー・ヘイガーのスーパーグループザ・サークルに加わった。バンドは レッド・ツェッペリンの楽曲や、ヘイガーのキャリアの中で所属した、様々なプロジェクト、モントローズ、バンヘイレン、チキンフットの楽曲などをフィーチャーした。2015年3月上旬から5月下旬にかけて、ジェイソン・ボナム・エス・レッド・ツェッペリン・イブニングが北米を、広範囲にわたって、ツアーを行った。2015年12月4日、バンドは、 カリフォルニア州サンノゼで冬季北米ツアーを開始した。2016年5月上旬には1ヶ月22日にわたる北米ツアーに乗り出した。2017年11月よりギタリストにジミー・サクライが加入した。ありがとうございます。